ただの、スプーンですくって、ケイチに食べさせればいいんだよね。じゃあ、ちょっと待って。お前ら、やば。どうしたの、ケイチ。早くしゃべってくれるか。顎がかぶれたよ。どうして男同士でこんなことしなくちゃいけないんだ。僕だってさっきから時々が止まらないんだ。 いや、恥ずかしいっていうか、気持ち悪いっていうか。僕は圭一のヨーグルトなら食べたいよ。いや、やめてくれ。